はい、どうもしのちゃんです。エグゾスヒーローズやっていきたいと思います。ということで、最近ねちょっとエグゾスヒーローズにちょっとハマりすぎてて、ちょっとエグゾスヒーローズばっかりの動画撮ってますけどね、ちょっと今日はねちょっとキャラの育成関係についてちょっとね発見があったので、それについてお話ししていきたいと思うんですけども、まあね、ストーリーもね、最終ステージまで一応オートでなんとかクリアしました。でミッションはねちょっと手動でやるのちょっとめんどくさくてちょっとまだやってないですけど、とりあえずなんとかキャラ強くして、オートでちょこちょこやって最終ステージまで行きましたね。でね、ようやく最終ステージまで終わったんで、ようやくなんか落ち着いた感あったんで、そろそろね、システム関係というかね、ちょっといろいろ不明だったところをちょっといろいろ調べたりして、アイテムのね、ちょっとね、これ何に使うんだろうっていういろんなアイテムとかあると思うんですけど、こういうね、運命の星とか、なんかいろいろあるんですけど、ちょっとこういうのもね、一回全部調べて、だいぶ判明したことあるので、ちょっと今日はね、それについて、まあもはやね、皆さん知ってることかもしれないんですけど、しのちゃん的には、まあ昨日ね、ちょっといろいろ調べてて、ちょっと衝撃だったんで、挑戦コンテンツとかも、結構ね、低レアリティの、外伝とかなんで特に、低レアリティの、キャラも、チームに入れなきゃいけないんで、ちょっとそれで育ててたんですけど、低レアリティの一般のやつとかね。それっていうのが、これっすね。これね、ちょっとさっき動画撮ってたんですけど、本当は。で、動画撮ってて、なんかあまりなんか電波がね、最近すごい調子悪くて、Wi-Fi の。もう途切れ途切れとか、いちいちなんか、キャラこうやって切り替えるだけで読み込み入っちゃって、もうね、途中で嫌になっちゃって、一回切っちゃったんですけど。でね、ちょっとこれ、前、撮り直しなんですけど、アンダーウォーカーの旋風の、団員っていうのがいて、これ、一般なんですけど、とりあえずね、星4まで上げてきました。うん。星4まで上げて、まあね、このスキルもこれ星4まで上げないとパッシブ解放されないんで、っていうところで、とりあえず星4まで上げて、で、しのちゃんそもそもね、低レアリティのキャラが、レベルどこまで上がるのかもそこまで知らなかったので、で、今回これやってて気づいたんですけど、このエグゾスヒーローズはね、もう一般の星1の、キャラだろうが、最大のね、星6までいけるらしいんですよ。ちょっと衝撃だったんですけど、だからね、このゲームは全キャラ、マックスレベル100だと思うんですけど、100までたどり着けるってことですね。うん。要はね、この星5の、運命のキャラとかだと、これ、ね、初期だと、マックス条件レベル75なんですけど、まあ、超越するとね、プラス、ね、超越ってのはもちろん、他のゲームでいう凸ですけど、まあ、凸が5までできるんで、プラス5にすると、レベルが2ずつ上限上がるので、マックスプラス10レベル上がるってことなんですけど、上限がね。そうすると85まで上がるってことですね。超越すると。それプラス、祝福すると、プラスマックスレベル15上がるんで、マックスレベルが100ってことですね。これを全キャラできるってことなんですね。一般だろうが、魔法だろうが、希少だろうが、全部レベル100にできるっていうちょっと衝撃の事実を昨日知ったので、びっくりしました。で、ね、この、だからね、ちょっとそれもね、ちょっとね、今まで75で止めてたんですけど、ゼオも先ほど強化でプラス5まで上げて、まず超越はね、プラス1しかないですけど、
もう祝福できる状態までしてきました。ね、このね、この万物の聖水っていうのがこのゲームでいう超希少なアイテムになるみたいで、要はね、しのちゃんが他にもハマってる幻影戦争でいう虹色の思いのかけらに該当するのがこの万物の聖水ですね。めちゃめちゃレアなアイテムっす。だからこのゲームはすごいっすよね。なんかほんといろんなスマホゲームのなんかあらゆるね、スマホゲームのいいとこ取りしたゲームがグラクロだと思ってたんですけど、うん、そのグラクロとかをね、さらに超えてきて、このエグゾスヒローズはしのちゃんの PC ゲームも昔やってたんで、PC ゲームの要素もね、ふんだんに入ってるなって思います。っていうのは、ちょっとまあ今日は装備に関しては話さないですけど、装備周りについてちょっといろいろ調べてたら、なんか昔やってたちょっと PC ゲームを思い出したので、ちょっとね、素材集めて、運で、そのね、武器とか、防具とか、運で獲得できるかどうかっていうところで、みたいな。そっからさらに育成させるのがすごい大変で、みたいな。最近どのゲームもね、装備がエンドコンテンツになってますよね。というところで、まあ、とりあえず今日はキャラ周りなんですけど、このね、祝福するとレベル100、まあ、今はね、こいつ、プラス1超越しかしてないんで、これ15すると、92?80? 違うか。92までか。あれ ?92 まで、あ、書いてある。92までいけますね。でも最大マナもね、上がるらしいんで、マナの増加プラス5はかなり熱いっすよね。だからかなりいいと思います。だからこれね、今、これがしのちゃん初の、プラス5キャラの超越ですけど、もちろんとりあえずゼオンでいこうと思います。やってみます。これが、プラス6になる演出です。おーって感じですね。今思ったけど別にゼオンよりアナの方が良かったかなって気しますけど、まあアナも上げますけどね。まだ万物の聖水あと2個あるんで、アナも次多分上げると思います。よくよく考えるとゼオンってスキル結構低コストなんで、あんま上げる必要なかったなって、マックス5で十分だったかなっていう気もしますけど、毎回このスキル1は毎回打ち放題なんで、スキルにも別に必要マナ3なんで、別に最大5でも全然、回転率全然ゼオンはいいんで、そう考えるとやっぱアナっすよね。アナのやっぱ回復5を使うんで、使いたい時に使いたいんで、マナが結構ね、無駄に溜めちゃう時あるんで、そういう意味でやっぱ、これマナね、回復プラス5、プラスマナ4も使うんで、結構ね、このマナ重いやつはやっぱり、祝福させることによって、だいぶ戦闘で使いやすくなりますよね。ゼオンがこれで、相当レベル上げられますけど、まあね、どんどんレベル上げるのって過酷になってくんで、巻物の必要数がね、なかなか最大レベルまでは持っていくの時間かかりますけど、まあ、このゲームは今のところ一体特筆して育てるより、いろんなコンテンツ考えると均等に育てた方がいいと思うんで、今、しのちゃん全属性4体、5体くらいずつくらいどんどん育ててるので、こんな感じですね。あとね、ちょっと、今日の一番のメインは、ちょっと本当はもうね、ちょっとさっきの電波悪いせいで、ちょっと順序狂っちゃったんですけど、まずこれもね、しのちゃんびっくりだったんですけど、これね、飛行の鍛冶屋、最初に入ったっきり、全然今までクリックすらしたことなかったんですけど、このね、運命の武器と運命の防具ってあるんですけど、ここで必要になってくるのが、ここのね、
これなんですよ。この運命の星と、竜帝国の遺物ってやつをさっきの鍛冶屋で使うんですけど、しのちゃんここのね、この創造の門の方でこの竜帝国の遺物とこの運命の星溜まったら即こうやってマックスで制作って溜まったらすぐマックス制作ってやってたんですけど、これね、まあ、これもガチャ要素なんで、まあ、今までしのちゃんこの運命の装備出たことないですけど、でこの前見たらこっちでね確実に取れるんですよ。この運命の星200個で確実に1個は取れるみたいで、多分これ選択はできないと思うんですけど、失敗したなと、これマジ失敗したなって思いました。今まで散々溜まったらすぐ使っちゃってたんで、想像のもんで。あっちでね、普通に月1回、とりあえず月1回はね、あっち1回交換して、それでも余るようだったらこっちのガチャ使うっていう、方式のが良かったっすね。ただこっちだと一応運命マイレージがあるので、マイレージあるので、まあ、外れてもね、一応保険はあるんですけど、ただね、80、運命マイレージがマックス80なんで、ってことはまあ400個必要になってくるんで、この運命の星がね。まあどっちがお得かってことですよね。自分の運にかけて、あえてこっちのガチャを引きに行くか、確実に200で確実に運命装備を取りに行くかっていうところなんですけど、まあ、しのちゃんはね、確実に取りに行くことにします、これから。うん、そうします。これもね、失敗したなって感じですね。あとはね、びっくりしたのが、まあ、今日は本当のメインはこれだったんですけど、これじゃない。このね、今まで謎の不明だったんですけど、ここのピュア契約って何なんだろうなっていうか、そもそもキャラの分解とか、装備の分解とかすごいしてたんですけど、分解に何の意味があるのかがよく分かんなかったんですけど、分解ね、キャラの分解すると英雄の証が入手できるんですけど、これでこのピュアってやつを獲得できるんですよ。うん、このピュアってやつね。でこのピュアってやつ一体何なんだろうと思って今まで気にもしてなかったんですけど、このピュアっていうのはこの創造の門のこの合成合成変換のとこっすね。ここのね、ここで使えるんですよ。星6英雄2人を使用して星6、レアから運命英雄の1人とランダムで契約っていうので、もちろんピュアじゃなくてもいいんですけどね、星6であれば何でもいいと思うんですけど、ただもちろんピュア使わないと絶対よっぽどね、もうゲームもう何年もやって星6溢れてるとかいう状態じゃない限り、もちろんピュアを使うことになると思うんですけど、うん、そのピュアっていうのはその星6の、まあ、代替品ですよね。代替の素材って感じで、ここでピュアを2体素材入れて、ゴールド32万って結構重いですけど32万消費して、このね、レアから、運命までのキャラの星6を狙っていくと。だから万物の聖水がね、浮くっていうことですよね、2個。これをやるとね。ただ、しのちゃんが一個怖いのは、育ててるキャラが、もしこれ出てきちゃったとしたら、どうなるのかなっていうとこですよね。例えば、まあ、しのちゃん今、レイケル持ってますけど、レイケルをもう普通に強くして、もう万物の聖水入れて、星6になってますと。しかも、もうレベル100になってて、レベル100になってて、もう、最強の状態の状態で、この、ね、星6英雄再契約で、レイケル出てきたら、外れってことですよね。それが怖いなって思います。うん。まあ、今のはね、まあ、その場合だと別に、ね、その、星6英雄2人を使用しての、ピュアのところを1体そのレイケルにしちゃえばいいかもしれないですけど、怖いのが、
例えば星5の状態でレベルマックスまで上げてって、まあ、強化ももうプラス5終わってて、まあ、超越もプラス5してる状態だとして、その状態で星5のね、例えば星5のレイケルがその状態だとして、その状態で星6のレイケル出てきたら迷いますよね。どっちを使うかって。いや、もちろんしのちゃん的にはもちろんプラス5を取りますけどね。プラス5突終わってる方をもちろん取りますけど、その救済がなんかあるのかなっていうのはちょっとまだ不明ですけどね。うん、育ててるキャラがこの星6再契約で出てきたらちょっと怖いなっていうのはありますね。うん、でしのちゃんさっきこれをやってたんですけど、今日はこれが目玉だったんですけど、星6英雄再契約いきますって、持ってないキャラ何か出たら最高ですって、まあ、要はガチャですよね。ガチャみたいなことをしたんですけど、もうね、電波悪すぎて止まりまくっちゃって、うん、まあ、あまりにも止まるからもう消しちゃったんですけど、結局今それ見れないんですけど、結局何が出たかというと、こいつです。まさかの、ランクのがいいか、まさかのだん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 、こいつです。まさかの希少のティムールとかいう、かっこよくもなんともない、個人的には超ハズレっすね。こいつの星6が出てきました。マジいらねえって感じですね。外伝クエストでも使えないんで、こいつ。マジいらないっす。まあ、ただこいつレベル上げればね、図鑑で、一応ね、一応正式、育成報酬みたいのがあるんで、ティムール、レベル90にすると、大した報酬ないな。うん、大した報酬はないっす。運命の星と、先ほど話した、竜帝国の遺物がもらえるだけっすね。そうなってくるとやっぱ一般とかのがいいんすかね。一般とかはね、レベル90にすると、万物の聖水2個ももらえるんですよね。だから、なんかプラスマイナスゼロみたいな。うん。魔法とかだと多分これ1個になるのかな。多分直感的に。魔法でも、万物の聖水2個戻ってくるんで、結局プラスマイナスゼロですね。プラス6にしたら、だからプラス6にするのは星1、星2は特にデメリットは大した、万物の聖水は戻ってくると思えば別に大したあれじゃないですね。ただ星3からだと万物の聖水は戻ってこない。うん、なんで星3以上の、星3じゃないな、要は気象以上ですね、気象から上の伝説運命からは、報酬で、戻ってこないですね、やっぱり。気象以上は、全部一緒ですね。万物の遺物と、万物じゃねえや、竜帝国の遺物と運命の星しか、もらえないので、万物の聖水は戻ってこないんで、一般と魔法であれば育て放題ですね。だから一般と魔法を逆に育てるのはありですね。万物の聖水戻ってくるんで。うん。いいじゃん、いいじゃん。そう考えると、結構だからね、いいゲームっすね。バランス取れてるよ。すごくいいと思います。うん。そんな感じっすね。っていう、しのちゃん的には、まあ、キャラ周りはね、ちょっとこういうことなんで、もう完全に把握しましたね。キャラ周りの育成システムは、もう完全に把握しました。昨日、今日で。
うん、これでなんかね、今後のねプランが立てやすくなりますね。そんな感じでちょっと今回の、本当はね星6 au 再契約をリアルタイムでやっていきたかったんですけど、電波が悪すぎて一回切っちゃったんでそれ見れなかったですけど、結局結果は何の面白みもないこのティムール星6でした。いやーマジでちょっとこいつをねレベル99にすることはないっすね。巻物重いっすからね。しかも今見たところ別に育成報酬も万物の説2個もらえるわけじゃないんで、うん、いやだから星3引くのはちょっと外れっすね。想像の門の、合成変換のこれの感ね期待報酬は個人的には伝説以上が当たりっすね。魔法、で気象は微妙っすよね。気象も別に悪く外れではないっすよね。外れではないです。どの道だって万物の、ね、万物の聖水2個は一応ね浮くことになりますからね。そのキャラを使うか使わないかは別としてね。そんな感じっすね。しのちゃん的には結構ね衝撃だったんで、全キャラレベル100にできるっていうのが結構衝撃で、先ほど知ったんですけど、一般と魔法はまさかの万物の聖水が、変換されるというおまけ付きで、これからちょっと育成が楽しくなりました。そんな感じで、ね、いろんなキャラの、レベル100目指して頑張っていきたいと思います。どうもありがとうございました。バイバイ。